もう取れないし。じゃあケーキにアニーをかけに行こう。チョコペン持って、アニー、はい。で、おお、2階。あ、入れる。アニー、アニーの部屋です、これは。鏡、あ、なんかある。はい。あとは？なんかある？お、またか。あれ、ダーツでなんかわかんのか。すごいな、自分。番号分かってんじゃん、最初から。潜在意識の中で。あれ、なんか。なんか、ヒント得てます。赤い客間のどこか。そのヒントは中身だけでなく、容器にも重要な意味がある。赤い客間。この仕掛けパネルとよく見比べてみよう。赤い客間ってどこだったっけ？ちょ、セーブ。赤い客間？赤い客間。ここ？多分これかなーと思うんだけど。これはチョコレートが入っている。あ、なるほどね。わかったわ。これさ、さっきのヒントっていうか答えを入力する箱なんだけど、ここに線があるかないかで、位置が変わってくると思うんだよね。で、さっき見たやつは左下に線がなかったんやけど、こっちは、左上に線がないので、一回くるっと回さんといかんということだと思うんですよね。はい。なので、ちょっと今喋ったんで、アニーの部屋に行って、ここだっけ。で、一回くるっと回転して、ここにあります。ここにあります。ここにあります。あります、あります、あります、あります。はい。アニーの日記、はい、読みましょう。何月何日、今日は妹と宝探しごっこをした。お互いに自分の宝物を一つ決めて、宝の地図を、の絵を描いて交換したの。はい。宝物は飼っているオウム。でも本物のオウムを箱に入れて隠すわけにいかないから、代わりにオウムの名前を地図に隠したんだって。妹といっても私たちは双子。それも一卵性だから見た目はそっくり同じ。部屋のドアを開けて鉢合わせした瞬間なんて自分たちでさえ鏡がそこにあるのかと思って一瞬ギョッとするくらい。なのに性格は全然違う。私はピンク色が好き、妹は水色が好き。ほうほうほう。ということはここはお姉さんの部屋と。うん。はい。私はお人形や綺麗なバラの花が好き。妹は昆虫や動物、からくり仕掛けで動くものが好き。この間も地下室から古い電話機を引っ張り出して改造していたな。受話器を取って妹の名前を言うとどこかの扉の鍵が開くしっくりと。本の趣味だって私は可愛いものが好き。妹はゴシックホラーとかミステリーが好き。あ、妹さんと気が合いそう。食べ物の好みだって私が好きなハーブを、妹は食べられない。ハーブを効かせたトマト煮込み最高なのに。ほんとどこからどう見ても女の子らしいところがまるでないんだから。そんなだから妹は周りから男の子みたいって言われて、本論は女の子らしい可愛い名前なのに男の子と同じニックネームで呼ばれているのよね。おう、おう。ああ、でもあのオウムはなかなか賢いんだよね。オウムの名前を呼びかけてやるとちゃんと妹の名前を呼んで挨拶してくる。あのオウムの名前なんて言ったっけな、忘れちゃった。宝探しの地図を解けばわかるんだけど。おう、はいはい。宝探し。
いっぱいバツついてる。はい。はい。あ、見れるんだね。で、見たからといってって感じやけど。まあ、ちょっととりあえずダーツぶっ刺しに行こっか。ね。もういいっす。ね。まあ、なんとなくその、ま、いろいろつかめたよね、さっきまでのコードで。うん。ダーツ。ダーツをぶっ刺しに。はい。ぶっ刺します。はい。20、14。これ宝の地図とさ、ああ、やっぱそっか。ここが20で、ここが14ってこと。ぽくない?なんか。あとなんか解ける謎ある?あるかな?他に解いてない謎あったっけ?あの部屋はあんまり行けてないよね。あの、ピアノのある部屋。これなんなの?エビ?ちょっと待って。なんかあるならこの部屋かな。この水槽も、あ、なんかあった。なんだ。え?なんか書いてる後ろに。ああ、これはナンバーか。この部屋のどこか。なんでしょう。それらしいもの見当たる?ヒントをこの部屋のどこかにあるって。え、ある?そんなの。あ、順番に押すのか。ほう。入手できるってことはまだ入手してないのかな?またこの辺にあるんじゃないやろな。この際どいとことかさ。あ、なんかある。3S4E3S え?なにこれ? 3S4E9W4N8E これ SEWNE とかいうのはさ、北、はい。これじゃないかな。そのヒントのアルファベットはそれぞれ数字から見て何かを表す単語の頭文字。数字から見て何かを表す?三の北とか、三の、ああ、そういうこと?え、1,2,3,4,5桁ってこと?英語わかんないんだよ。N が北で、E がイースト?ウエストが東?イーストが西か。西。ウエストが東で、S が南。だから、南ってことは下でしょ?西が左で、東が西で、西が左と。はい。3の下って言ったら6。4の西と言ったらないけど。
4の2しって言ったらないけど、え、逆もしかして9の左側が8で4の上が1で8の9ってことか。あ、間は。はい。ちょっと、西と東の違いがよく分かってなかった。あ、なんかあるよ、マークが。逃げたオウムを捕まえたいけどさ、どこにいるんですか？青いマント、レインマント。着とく？濡れてもいいようなところに行くってこと？あ、電話だ。名前呼ばないといけないんだっけ？ごめん、わかんないんです。はい、ごめんなさい。あ、まただ。ダーツぶっ刺し行こう。あれ？あ、そっか。こっちこっち。はい。おいおー、ブルドー。え？え？あ、こっち？あ。おー、いたじゃん。はい。なんか持ってない？これ何？取れる取れる。あ。アンティークのハサミ。はい。ハサミ？温室とかあんの？すごい豪華な家だね。こんな家。あ、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 なんか、あ、あれ？あれ？ああ、はい。あ、なんだ。なんかあったかと思った。ね、石が敷き詰められている、その下には死体が埋まっているみたいなことってある？ハサミ。ハサミ使う？ハサミ使う場所ある？逆に。この鍵がなくなってないのもなんでって感じないけど。あ、ヒント。あ、餌ね。あ、トウモロコシだ。なるほど、ここに来てトウモロコシが。乾燥トウモロコシ。はい。はい、あれ？ああ、未開封だからってことか。はいはいはい。あ、どうもどうもどうも。はいはい。ちょ、これ、単純に、ね、純粋な泥棒なんだけど。はい。餌だよー、どうぞー。どっか負ける。はいはいはい。おー。はい。ん？レインコート着る？あー、隙を見て、あー、なるほどね。はい。捕まえたよ。名前呼んで、名前。お部屋の、カゴに入れると。はい。名前どうぞ。あー。名前入れなきゃいけないんだ。